親指トムはイギリスの童話とその主人公の小人の名前である。蝶に乗った親指トム・アーサー王の宮廷では一人の農夫がその身分にもかかわらず実直さから相談役の一人となっていた。農夫は善良であり、妻とはつましくも幸せな生活を送っていたものの、ただ一つ満たされない望みがあった。それは子供の存在であり、 特に農夫が強く男の子の存在を望んでいたが、長年その望みは満たされることはなかった。そんなある日のこと、夫婦は揃って、魔術師マーリンへの元へ相談に行く。相談の中で、農夫はマーリンに、たとえ、親指ほどの大きさでもいいから、息子が欲しいと強く願望を話した。マーリンはその長いのを叶えるために魔法を使い、それからほどなくして、ついに夫婦にあまりにも、 小さな赤ん坊が生まれる。赤ん坊のトムは、生まれて4分で親指ほどの大きさに成長するとそれ、以上大きくなることはなかったが、夫婦は子供の誕生を喜んだ。この冬代わりな子供に、いち早く興味を抱いたのは妖精たちだった。特に妖精の女王は、産馬となって出産に立ち会うと名付け親にもなり、妖精の衣服と祝福を与えた。その加護は、 親指トムを生涯助けることになる。トムは、その大きさにもかかわらず活発でよく外に飛び出して、子供たちと遊び回っていた。親指トムは友人たちと服のピンを取り合って遊んだが、自分のピンが遊びの結果全部取られてしまうと、トムは相手のポケットに忍び込んで取り返すずるを続けた。しかし、ついに現場を取り押さえられてしまった親指トムは、罰として、 瓶の中に閉じ込められる。窮地に陥ったトムだが、妖精の女王の祝福が親指トムに力を与えた。親指トムは食事も水分も空気も必要としないまま、降参することなく瓶から脱出する。また、親指トムにはもう一つの力が授けられており、それは太陽の光に鍋などを引っ掛けて宙に吊るすというものだった。 親指トムは自分を閉じ込めた子供の前でその能力を披露して真似させ、その子供の夕食を台無しにさせるなどのいたずらで、ささやかな復讐を遂げた。トムはその後も小ささから、プディングに落下して、火にかけられる、あざみごと牛に飲み込まれる、カラスに加えられて、巨人の家の煙突に落とされ、捕まって飲み込まれるといった冒険を体験するが、 すべて妖精から授かった力と起点で乗り切っている。さらに、巨人の腹を脱した後は、鮭にも飲み込まれる順番に、遭遇するが、鮭は釣り上げられて、アーサー・王の宮廷で調理されることになり、トムは裂かれた鮭の腹から生還した。結果、トムは、宮廷の人気者になるといった幸運を享受した。親指、トムの物語は、こういったエピソードの連続であり、完結することなく、 断片的なエピソードが現在に残っている。最古の記録は1621年のリチャード・ジョンソンによる親指トム一大記であり、ジョンソンは昔から伝わっている話をまとめたと書き出しの部分に記載している。その著作において親指トムの物語は小人の王とワットレとの勝負に勝ってアーサー王の宮殿に凱旋するところで終わっており、一大記という 題名から見ると、物語は未完となっている。一方、親指トムは17世紀以降もたびたびおとぎ話や冒険団の題材となり、親指、トムの性質の悪いいたずらや、プディングに自分から落下するなどの逸話は削られて、毒蜘蛛と決闘したり、ネズミに蔵をつけて騎乗するなどのアレンジが施された物語が浸透した。 一方では1974年にまとめられた古典童話集においては、ジョンソンの作った原型がそのまま収められており、バージョンごとの違いが明らかになっている。実写による映像化が何度か行われている。代表的なものとしては、グリム童話版を原作とした1958年のジョージ・バルの映画がある。子供向けの題材としてアニメ化も何度か行われている。 1967年に日米合作で作られた001-7親指トムはヒーロー的な存在へとアレンジが施されている。親指トムほどの大きさの主人公が活躍する童話は各地にあり、日本では一寸法師が有名である。ドイツ、インドにも類似の物語は存在する。小ささを利用して活躍した点でも共通している。また、アンデルセン童話にも、 親指姫が登場し、こちらは、その小ささゆえに妖精と結びつく点で、親指トムとの共通点が存在する。ありがとうございます。